カブスの今永翔太選手のここまでの活躍を予想していた人がどれほどいたでしょうか。しかしついに今永選手が炎上してしまいました。これまで絶賛していた海外のファンやメディアはどのような反応を示しているのでしょうか。今回は今永翔太選手について詳しく見ていきたいと思います。カブスに所属する今永選手は現地時間5月29日、日本時間30日、敵地アメリカンファミリーフィールドでのブルワーズ戦に今季6勝目を目指して先発登板しました。しかし4回3分の1を投げたところで2本のホームランを浴び、8安打7失点という結果に終わり、今季初黒星を喫しました。地元紙のシカゴサンタイムズは試合後の電子版で、今永のメジャーリーグでのスーパーヒューマンなキャリアのスタートはカブスが6対10でブルワーズに敗れた試合で幕を閉じたと題する記事を掲載しました。記事では今永選手が4回3分の1で8安打7失点を喫し、カブスが6対10でブルワーズに敗れた、こういった夜はいつかは必ず起こるものだが、これまでの間に彼が見せたパフォーマンスは見事なものだったと、これまでの今永選手の功績を伝えました。今永選手自身が語った打たれた理由や、監督の評価の変化についても注目が集まっています。さらに、記事では、メジャーリーグでのキャリア10試合目にして、今永選手が、これまでの9試合の合計と同じ失点を喫したこと、1試合の被安打もキャリアワーストだったこと、そして、キャリアで初めて複数の本塁打を浴びたことに触れています。グレイグ・カウンセル監督は、彼は歴史的な調子の良さだった、そしてこれはタフなリーグだ、今夜はコーチームが彼を捉えたんだ、こうなると間を置かずに次はどうなるということになるが、彼はやるべきことをやり尽くすだろうとコメントしました。続いて、それは我々が承知している、彼は調整を施し、次回はより良くなるだろうと述べ、今永選手が前回登板予定だった試合が雨で流れたことで、変則的なスケジュールで今回の登板に臨んだことを指摘しました。カウンセル監督は、歴史的なスタートは終わったかもしれないが、それでもまだ最高のスタートは続いている。私の視点からは何も変わっていない。彼は、これまで見ていて楽しかったし、彼は我々にとって多くの勝利をもたらしてくれる。とても大きな存在だ。また、彼が登板するのを楽しみにしていると、今永選手への期待を込めた発言をしています。今永選手は、黒星を喫した直後の囲み取材で、今日の登板についてチェンジアップが良くなかったので、それが今までの登板との違いかなと思いますと答えました。また、登板間隔が10日空いたことについて問われると、リカバリーにもすごくいい時間になりましたし、ウェイトトレーニングも強度を上げてしっかりできたので、いい10日間になったはずなんですけど、今日結果につながらなくて、監督の期待に応えられなくて悔しいですと語りました。長い登板間隔が影響したのかという質問に対しては、むしろしっかり休めたので、コンディション的には肩肘も、すべて問題なく臨めたので、そこは問題なかったですと答えました。また、次回にどう生かすかについて問われると、もっと、これより点が取られる試合もあるかもしれないですし、今日より、精神的にも身体的にも、もっと苦しい状況が、後半戦に待っていると思うので、そのために、今日の登板をしっかり反省して、後半戦に臨めたらいいと思いますと、語気を強めていました。ここまで9試合で完璧な投球を見せていた今永選手でしたが、開幕からの6連勝は叶いませんでした。X には今永先生も人間だった。年に1、2回こういう日がある。この経験でリスタートすればいいと。エールを送るファンからの投稿が多く集まりました。前回登板予定だった5月25日のカージナルス戦が雨天中止となり、今回は中10日での登板となりました。このことについて、感覚が空きすぎて調整が難しかったのか、テンポが大事な投手だから10日空いたのは絶対影響がある。
調整が難しかったのではないかと推測する声も上がりました。一方で、7失点しながらも防御率が、まだ1点台をキープしている今永選手に対し、2点台に行かないのがすごいと驚く声も見られました。メジャーリーグでの今永選手のピッチングスタイルを観察すると、ポップ成分の高いフォーシームを高めに投げ込み、スライダーやスプリット、チェンジアップなどの変化球を低めに丁寧に集める特徴が見て取れます。DeNA 時代は、フォーシームも低めに集め、高低で勝負するスタイルではありませんでしたが、メジャーでは一転して高めのフォーシームが最大の武器となっています。この今永選手のピッチングを見て思い出されるのが、昨年ベイスターズに在籍したトレバー・バウアー選手の言葉です。バウアー選手は日本では低めのストレートが効果的と話していました。彼が日本でデビューを飾った際、マスクをかぶった若手捕手のマスコ選手は、自分のストレートはベルトより上が一番効果的と言われましたと証言していました。しかし、そのスタイルのままで初戦こそ勝利したものの、その後は2回連続で炎上しました。必然的に修正を強いられたバウアー選手は、日本で活躍する山本由伸や佐々木朗希のピッチングをビデオで研究し、ストレートも低めに投げることが最適解だと見出しました。その後の投球は見事で、最終的に19先発で10勝4敗、防御率 2.76 という好成績を収め、チームのクライマックスシリーズ進出のキーマンの一人となりました。一軍の女房役だった伊藤選手は、バウアー選手について、バウアーはよく理解してくれた。相手のバッターも低めに、ストレートが来ると思うと、今度は高めのストレートも生きてきた。それができるピッチャーだと称賛しました。このバウアー選手の経験則は、現在の今永選手の成功するスタイルと重なります。メジャーのバッターはフライボール革命に象徴されるように、長打になりやすいバレルゾーンにどれだけアジャストできるかが重要と言われています。打者は、ややアッパー気味のスイングを徹底しており、低めのストレートは救われる傾向が高いのです。しかし、高めにキレのいいストレートを投げ込むことができれば、バットはボールの下を通過するか、当たっても飛距離の出ないフライとなる確率が高くなります。今永選手は、バウアー選手のような両極端な経験を見て学び、自身のピッチングスタイルに取り入れました。初の炎上を経験した今永選手がバウアー選手のように、軌道修正し、再び活躍できるか注目されます。多くのアナリストや米メディアが指摘する通り、今永選手の渡米1年目の快進撃の要因は、スピン量がメジャー平均の2200回転を大きく上回る、2400回転台という直球の質の高さです。それに加えて、今永選手がメジャーの環境に、すんなりと順応できたのは、適応力の高さだけでなく、事前の準備が抜かりなかったからです。今永選手に近い関係者によると、メジャー移籍に備えて、ボールやマウンドへの適応を心がけるのはもちろん、数年前からテレビのメジャー中継や動画で強打者の特徴や、メジャーの配球、ストライクゾーンの違いなどを研究していたようです。今永選手が今春のオープン戦で4試合に登板し、2本塁打9失点、防御率 5.68 と打ち込まれたのは、初めて対戦するメジャーの打者を相手に、自分の投球を試すというよりも、相手の得意な球種やコースにあえて投げることで、自身が蓄えたデータを確認するためだったといいます。同地区のライバル球団に打ち込まれた失敗を機に、今永選手の準備力がさらに磨かれることが予想されます。今回は今永選手について見ていきました。炎上こそしましたが、防御率はまだ1点台と、素晴らしい成績を維持しています。日本はもちろん、海外のファンやメディアも今永選手の投球を楽しみにしています。今後、どのように修正していくのか、今永選手の投球に注目が集まりそうですね。いかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきまして、
ありがとうございます。皆さんはどう思われたでしょうか？前向きなコメントを残してくれましたら嬉しいです。この動画が気に入りましたなら、高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは、またお会いしましょう。